フットサルフェスタ2022、みんなが主役をスローガンに、誰でも気軽にプレーを楽しめる大会。年齢、性別ごとにカテゴリーを設定し、幅広い地域で予選を開催することで、フットサルらしい多様性を受け入れる大会。そんな素敵な大会に、マルバはアンダー12のカテゴリーで2チームが参加。前回、所沢フットサルパークで行われた関東地域決勝大会では、全国への切符をかけた代表決定戦で、マルバ対決が実現。6対1で見事優勝を果たしたマルバフューチャーセレクト A が全国大会進出を決めた。今回は全国大会の様子をお届けいたします。昨年惜しくも準優勝のマルバ、今年こそは全国大会優勝なるのか。マルバフューチャーセレクト A の選手たちは、全国大会が行われる兵庫県神戸市に向かうべく東京駅に集合した。東京駅から新神戸駅までは新幹線のぞみ号で2時間45分。さらに会場までは電車を乗り継ぎ30分。約3時間30分の移動になる。C は通路側。めっちゃ向こうじゃん。え、後期何番？9。うん、じゃあ後期奥の方。C はここ。C は通路側。移動中、選手たちは仮眠を取ったり、ゲームを楽しんだり、リラックスした状態であった。さあ、神戸に着きましたが、さあみんなどうですか？いや、疲れた。移動がね、結構長かったからね。長すぎ。早朝からの長時間移動で、少し疲れも見えている選手たちだ。全国大会の舞台はグリーンアリーナ神戸。 F リーグの会場としても使用される体育館で行われる。マルバ水戸 FC も2月5日にこの会場でデウソン神戸と F リーグディビジョン2を戦う。全国大会は各予選を勝ち抜いた9チームで行われる。3チームの予選を戦い、各ブロック1位のチーム3チームと、ワイルドカードとして2位のチームで一番成績が良かった1チームを加えた4チームで決勝トーナメントを行う。現地集合の選手たちも合流し、試合に向けたウォーミングアップを開始した。キーパーだけ出ていいよ。前はキーパーね。ワーカーの間だったら、ウサバに出したら次の人スタートね。リンクずっとだよ、ディフェンス。取らないと、ずっとディフェンスだよ。勝った。ずっとディフェンスだな。まだ。出て。ナイス。相手が嫌がってることもね、感じられたら最高です。
あとフルが嫌がってるとか、シュートが嫌がってるとか、ディフェンスが嫌がってるとか、そういう感じでやるんですか。はい、ディフェンスが前から行く。 OK、 次は OK です。じゃあ行こう。 OK、 ファイル、バンタに時刻は11時、まもなく中央、もうまもなくこの後ABC 第8試合。今回、権利の関係で試合映像を当チャンネルで公開することができません。この動画では静止画だけで試合の流れをお伝えします。フルの試合映像はフットサルフェスタ公式チャンネルからご覧ください。概要欄の URL からご視聴お願いいたします。ファーストピリオドは左ボールでキックオフ。クリアランスを奪った薄いカンター、そのまま持ち込んでループシュート。こちらはクロスバーの弾かれる。高い位置でボールを奪ったオツコロカイを一人かわして右足、これはポストに阻まれる。薄いカンター、郷内幸輝とつないで再び薄いカンター、ループシュートを放つもまたしても枠の外。相手からボールを奪い縦パス、斉藤陸が倒されフリーキックの判定。このフリーキックは壁に阻まれます。オツコロ海洋から右の郷内幸輝、折り返しに射抜いたいが、これは枠の外。ここまでゲームを振り返っていただいて、U12 やはりレベル高いですね。そしたら手前にシフトにしてて、シュートの時のレバーが結局シュートだけに絞られちゃった。なめてシュートがすごい面白いですね。でも、もう一つだけあると、ね、どのチームも簡単にボールをして自分たちで前に行けてるんだけど、そういう感じになったりとかしてるから、個人の引き出しもそうですし、まあ、監督さんとしてチームの引き出しも非常に多いような感じですね。レベル的な今年はね、レベルが高いようなそんなゲームだと思います。取らないと勝ちたいなと。 OK、 ネットの方法を考えて、はい、そこまでいいですか。もういいよ、それで。さあ、ビンビンチ、再び選手がね、ビンチに両チームの選手がビンチに勝ちます。ゆっくりにしたり、さあ、そして A ビンチも今、もう間もなく選手のビンチに入ってまいります。じゃあ、頑張ろうね、行こう。さあ、皆さん、今一度大きな拍手で選手をお迎えください。セカンドピリオド、マルバのキックオフ。クリアランスから相手にワンタッチでつながれ、キーパーと1対1。シュートはゴール左に決まってマルバ失点。海洋から縦パス、カンタが粘ってこぼれ球を再度カンタ。1対1、同点に追いつきます。こぼれ球からキーパーをかわした。このシュートが相手ディフェンダーの手に当たったとして PK の判定。この PK を郷内幸輝が落ち着いて決めて逆転に成功。自陣でボールを持ったオツコロカイを一人で駆け上がり右足一閃、キーパーの股を抜きゴール。このまま試合が終了。3対1でマルバが初戦を勝利いたしました。みんなこの試合どうしたい？この大会優勝する。優勝するにはこの感じで優勝できるか、まあ、ちょっと厳しいかも。予選は勝てるかもしれないけど、決勝は。まだ予選。そうだよね、まだ予選。じゃあどうする？もうちょい切り替え早くすること。相手の嫌なこと何言ってたらプレッシャーかけられることだったしね。やっぱドリブルで運ばれたりと思ったらダイレクト使われたりとか、最後面白かったと思うし、と思ったら幸輝が裏側狙ってくれてるから、ね、裏側で一本でなったりとか、ね、そこのところはもうちょい上げていくのと、最初ゴール決めるってしないと。 OK、 ね、まだ楽しんでる。 OK、 はい、で次が一回お昼あるみたいな。昨年に続いてのサッカー、今この一瞬で全力を相手と何が嫌なことなのか、それ先を先やり続けるっていうことがね、もうちょっとできたもんね。そして僕の隣には本当に一気に解説は女子の日本代表でもあります。現在はファーストピリオドはマルバのキックオフ。一番後ろの乾大河から前線に走った薄い艦隊、ワンタッチでシュートするも惜しくもゴールの右。クリアボールを拾った郷内幸輝、中に切り込んでシュート、これはキーパーのファインセーブ。さらに郷内幸輝、左サイドを突破してシュート、これも惜しくもポスト。乾大河が一人かわして薄い艦隊とワンツー、その折り返しをサイド薄い艦隊。
自陣でボールを失いそのままキーパーと2対1。これを冷静に決められ0対1。丸は失点。相手のミスからボールを拾った薄井寛太、一人かわしてシュート。そのこぼれ球に郷内幸輝が押し込んで、丸は1対1同点にします。クリアランスから郷内幸輝、少し運んで乾大河から股抜きのパス、斉藤陸から最後は郷内幸輝のループシュート。これもポストに阻まれます。ファーストピリオドは1対1で終えます。トラブルが2点、そして FC サッカーが2点ということで、佐野さん1点で、ね、リアタイムでサッカーがブラリードしています。引き出す、使う、相手に決める、自分たちそれ何回ある、3対2の局面、2対1の局面、いっぱいあるよ。そこのところがもうちょっとさね、最後のパスが弱かったりずれちゃったり走ってなかったりするから、そう頑張ろう。 OK? もう1時 OK? で攻撃、ディフェンスのところで、どう対応、何がピンチになるの、一番後ろで取らん、そうだよね、置いていくことじゃん、ね、じゃそこはもうさ、運ぶなら運ぶでいいと思う、みんなが、いいんだけど、責任持ってよ、ダメならダメで選択しないといけない。さっきもカンタもさ、味方がさ、味方の状況じゃん、結局味方のボールの持ち方と、ディフェンスの行き方だから、それ見ていっちゃうと、どうっていうのを考えたら、オッケー、そこもうちょいしないと、いいですか、はい、よし、じゃあ次行こうよ、ただやってます。はい、あ、セカンドピリオドは北郷瑞穂ボールでキックオフ。コーナーキックからオツコロカイオ、シュートを狙います。自身がヘディングで競ったボールをうまくコントロールしたオツコロカイオ、そのまま一人かわして郷内幸輝のワンツー、このままフィニッシュ。2対1、逆転に成功します。郷内幸輝からオツコロカイオ、乾大河とつないで乾大河縦突破、そのまま中にいる斉藤陸、これはキーパーのファインセーブ。オツコロ海洋から郷内幸輝、これは枠の外。郷内幸輝から海洋に縦パス、中にカットインしてシュートもキーパーのファインセーブに阻まれます。斉藤陸のコーナーキックからオツコロ海洋、乾大河とつないで再び斉藤陸、その折り返しを郷内幸輝、フィールドプレイヤー4人が絡む素晴らしい得点。これで3対1。郷内幸輝から縦、斉藤陸、一人かわして乾大河にスルーパス、中へのボールは一度触られるも最後は郷内幸輝、これは枠を捉えられません。これで試合が終了、3対1でマルバが勝利です。こちらのゲームを伝えます。どう最初に失点して焦ってから、どんどん流し込んでたら最初の失点なしで、なんで失点しちゃう、なんか最初油断して、どんどん前に最初は相手がどんなプレスか分かったら、一番良かったですね。スクラムさっきと変わらなかった、最初に2バックにして、それで相手の攻撃を見て、それまで分かったんですよ。海洋はどう、結構海洋が結構裏に率高くて、で、その後、まあ攻撃がちょっと高いとか、そういう感じでやってる。まあ、どっちかだと思うの、ね、やっぱりこう、一個、さっきコーチちょっとさ、リクとかさ、タイガとかにも言ってさ、ね、どこが危ないとかって言ったら、ちょっと気づいてさ、ちょっと戻ったりしたじゃん。それを誰かが気づくか、もしくは蹴ってくるから、一歩危なかったよね。で蹴らせないくらい、もうちょっとね、コーキに行かせるとか、タイガに行かせるとか、なんかもしかしたら、キム持ったとかっていう感じが欲しいかな。なんか結構さ、なんかさ、こうやってさ、相手がさ、これボールでね、持っててさ、こう来てさ、相手ここにいるの、なんかこういう感じで OK みたいな感じなんだけどさ、結構フォーって言って、ここの手前でかかったらいいよね。いいんだけど、一歩もさっきも通っちゃったね、こういう感じ。でこれもうちょっとさ、なんかこう早く気にするか、もしくは右足で蹴るから、もうちょっと距離詰めて蹴らせないようにするとか、ね、もし入っちゃったんだったら、ちょっとこうやってカバーと、ね、カバーとちょっとこうして上げておいて、見つけてからもう一回かけたら結構取れたりしてるから、そういう風にするとか、どっちでもいいんだけど、ね、そこでも誰かが結局走ったって危ないなと思った時にさ、別にこいつじゃなくてもさ、こいつが危ないなと思ったら、ちょっと来てよって言って、こうでもいいわけだ。結局危ないところをどうするの、その手前で守るのか、手前が問題なのか、その起きたところが問題なのかじゃない、それをもうちょっとしないと、やっぱり鉄取られてさ、結構慌ててさみたいになっちゃうじゃん、攻撃がやってるからね、そこもうちょっとしましょう、OK、あとは攻撃のところでさ、結構さ、ここでさ、スッてこう運べたりするじゃん、そうなった時にさ、結構さ、こう引き出してるんだけどさ、なんかずる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 って結局こう使うけど、スペースない時になっちゃう、
分かる。でも一方はさ、結構いいタイミングでさ、ね、パーって出して、パーって走って、ポッキーが決めたんだっけ、だからいい。だからね、あのタイミングだとさ、ああいうタイミングだったら後ろにスペースあるから点取れそう。で、最後のところのさ、リクに言われたのはさ、もう走っててさ、こういう感じだったの、この感じ。結構簡単にここでピュッて使ってさ、やばいって相手がこうなった時にこっちの逆サイドなんだけど、まだこういう状態で低い位置のやつに出すから、間に合わなくて点取れなくなる。何の確率がいいかだと思う。このレース注目してるタイミングと、ね、やっぱりこうその先のイメージが持ってるかどうか、もうちょっと持ってやらないと結構あれ入らない、入らない、入らないみたいになってさ、みんなが苦しくなってる。そこ頑張ろう。 OK、大丈夫、OK、待つんでしょ、はい、1位だ、待つんでしょ、はい、それでは頑張ろう、はい。予選リーグ全試合が終了、マルバは2勝で1位、予選リーグ突破を決めた。そして決勝トーナメントの組み合わせはこちら。準決勝では宝塚カボを夢チャレンジと対決。昨年準優勝のマルバ、今年こそリベンジとなるのか。Thank you.